まこなこです。ダンジョンウォーフェアやっていきましょうか、続き。これ、どっちが、下は前回失敗したんでね。ということで、上行きましょうか。全部のルーンは一応解放されてるけど、まあ、これ一つ、難易度ハードになったぐらいの感覚でやっていきましょう。今回、爆弾が追加される。では、このマップやっていきたいと思います。ちょっと色々とミスが重なったので、この設定ミスとかね、ちょっと、いろいろとやった後もう一回のプレイとなってます。多分これで大丈夫なはず。さて、これ引っ張って、まずここ塞いでおきましょうか。まずはここでなんとか早い段階で敵を抑える。で、爆弾。ここも押すの置いときましょう。これで全部使い終わった。これで様子見。うん、問題なく。こういう場所いくつか作っていけば、次右側か。の HP 減らすよりかはこういう感じで敵倒していった方が。うん、悪くないね。これぐるって回すってもあるけど、まあそこまでやんなくてもいいかなっていうね。最後も結構遠回りさせるってもあるけど、これもそこまでやる必要あるかっていう話になっている。これこっち側、これこっち側、出す、引っ張る、引っ張る。ちょっと良くないような状況に見えるけど、それでも、あー、ここだよね。もったいなかったな。ここ何か置いとけばよかった。ここら辺やっとくか。当たってない。そうなると下に向けて撃つ。あー、終わってしまってる。早くも行ってしまった。ここで、ここ召喚。次の扉、ここか。抜かれそうだね、ガンガンと。どうなんだろう、爆弾は、デーモンもなんか吹っ飛ばされたっぽいぞ、今、見た感じだと。こうか。爆弾うまく連鎖した。デーモンやっぱり強いと思うけど、抜かれた。クールダウン結構ウェーブ数あるんだよね、このマップ。あ、なんか上ルートから上ルートから来てたぞ。まだ硬い敵が出てきてないので、硬い敵はもう本当に最後の最後で守るかのような、そんな体勢でもいいかも。あとここで頑張ってるので、上から下に。右から引っ張る。うん。
これ上向きにしたいけど向き変えらんないんでね。早いのがなんかやってきた。最後の場所もまだ定まんないな。あとちゃんと爆弾置いとかないと忘れてしまってるけど、使うの。どこだろう、北海直線。まあ、ここでも置いてもいいかもね。で、左側、ここら辺を探るかのような。うん、ここは悪くないと思う。ちょっと待って、デーモンが。デーモン押し出されたんだけど。ものすごく悪かったね。倒されてる。爆破で多分上の方今吹っ飛んだのかな。ちょっと見えてなかったけど。うん、前の方固めましょう。まあ下手に後ろの方ガンガンやるよりかは前の方固めた方が案外良いのかも。でもはもう一個はいけないか。あーデーモンごと持ってかれた。そして硬い敵がやってきてるけど、あれは引っ張れるか。あった、もう一段階上げられる。もっと強い威力。うん、早い段階で引っ張れるように。結構地味になったね。まだまだアップグレードできそう。もっともっと強い力で押し出すになってる。クールダウンが早まるってことでは。いや、クールダウンも早まってるな。いや、これならばもう一個デーモン出しといて対応するのはありだと思うけど。抜かれてる抜かれてる。あれ、ここにくっつけたやつどこ行った。これ、あ、同じ場所は無理っていうのがあるのか。なんかこれ消せないんだけど。あ、やっぱデーモン吹っ飛んでるな。よくなかった。いやいや、強い強い。ダメージ量が上がる。これこそクールダウンちょっと早まってもらいたいような気もしないでもないけど。鉄の床みたいになってるね。抜かれてるけど、あれぐらいであるならばなんとかなるでしょう。問題なく。最後も、まあ、ドワーフがいるのがちょっとこの壁抜かれる可能性があるから怖いけど。
うん、うん、まあまあ、あれぐらいはいいでしょう。ここまで防ぎやすい場所があるってのも珍しい。うん、重い敵もなんとか引っ張って、こっち側もちょっとやっていきましょうか。ぐるっと回そうかとここもね思ったけど、そこまでする必要なかった。手前側に何か置いてもいいかも。抜かれてる。与えるダメージがアップする。うん、ラスト。まあまあまあ、今回に関してはあんま苦労もなくここで全部終わってるのが、普段であればね、こんなことあり得るかって感じの難易度になってる。かなり楽。下の方でちょっと防衛固めたような気もするけど、考えがまとまらない。まとめる必要はないと言った方がいいか。ボケとしてもね、何とでもなりそう。ちょっとマップ難しいな、このマップに関しては。扱いがどうしたらいいかは。ここら辺全部抜けて、あーそっか、マス目の数は変わらないのか、ボトルトラップとダートトラップは。これなんか変なの来てるんだけど、これ何、重装、あーちょっと見えなかった、重武装兵。あー今どういう効果があるのか見えなかったけど、というわけで7万ほどポイント手に入って、爆弾どうなんだろうな。爆弾より通常トラップの方が分かりやすいような気がする。うん、まあこっち、ああ違う、ポイント割り振りたかったわけじゃなかった設定したかっただけなんだけど、うん、まあまあ、じゃあ最後これやっていきましょう。1個出た火炎コウモリの卵というものを得られるけど、死のスパイラルの前にもう一回この、あ、ここ案外爆弾面白いのか。爆弾範囲だから多くの敵が出るところだとすごく有効に戦えそう。こう押すのは必要ないので爆弾セッティングしてある。でブレード、ブレード1100か。必ずここ通るから、ここブレードはありだと思うんだけど、 あとジャンプのやつがない。ジャンプのやつがないと多くの敵をさばくのが厳しいような気がする。どれ削るか。これ使ったっけか、外すか。でジャンプのに変える。ここで上側下側こんなもんか。これどれぐらい飛ばすか分かってれば、この真ん中あたりに落とすっていう手もあると思うんだけど、ちょっとそのマス目の状況が分からないので、
早めに攻撃するか。ああ、終わってしまった。いや、これはないな。これはさすがになかった。一旦ゲームスタート。爆弾置いていきましょう。どうすればいい？まあこの真ん中も絶対何か使うために置いてあると思うんだけど、前道が全く定まらない。これボケっとしてると抜かれそう。ここ塞ぐって手はあったのか？一箇所ブロックで。うん、突破されてはない。だが突破されそうな気配はある。うん、次読みましょう。左右対称にやっていけば案外なんとかなりそうだと思うけど、だがこの通常の攻撃だけでは明らかに間に合ってなかったよね。あ、これ一箇所ずれたな。まあいっか、そこまでこだわることでもない。今下の方行かれなかった？最後の防衛何にするか。デーモン送っててもあるけど、ちょっとそれは弱気のような気がするな。これデーモン呼びましょうか。以前はデーモンをこのトロッコのところに置いてしまったのであんまり役に立たなかったってことだったけど、今回はそのあたりのフォローも兼ねて。問題はなくなっている。寄られきる前に倒せそうか。倒せた。まあまあ、まあ、あーっと次のボタンがなくなった。そもそももうバリケードないから場所を動かすみたいなことができないんだよね。どうするか。スピンの方にするか、それとも固い適用の対策するか。押し出しが今回難しいからアップグレードするとクールダウンが下がる。やっていきましょうか。うん、さらに下がる。やっぱり多くの敵を追い払うことができる、こういうのはすごく有効に働くと思う。特にこのマップは押し出しとかがないから有効に活用できないから、この青のこと難しい。速度を遅めましょう。ブレード行きたいような気がする。ここでいいのかな。これは何か業績達成。ちょっと見えないんだけど見えないの勘弁してもらいたいんだけど、
グレード、まあ、ここか。ここ。デーモンいるんで、そこで抑えてる間に。悪くはないと思う。まだまだアップグレードはできないんで、このまま様子見。うん、問題なく。さて、硬い敵出てきてるけど、あの辺りがどうなるか。ここら辺結構数は多いけど、そしてなんか抜かれてる気配もあるけど、一応抑えられはする。収めましょう。うん、抜かれてんね。これは良くない。うん、間違ってる。だが以前よりかは比較的進めてるような気はする。うん、左側が硬い敵多いので、左側に強いユニットを持っていきたい。どうするかな。アップグレード対応するか。アップグレードで対応しましょう。怪しいね。なんか抜かれそうな気配がある。ダメージが1ポイントしか増えないからな。そのためにポイント使うかっていう問題もあるしで、まあ、それでもグレードか。やっぱりグレードもう1個ぐらいちょっと手前側に置いといて、今回敵の数が多いからそこら辺対応できた方がいいと思う。とはいえ硬い敵も多い。ちゃんとやっぱこれちょっと置くのめんどくさいってのがあるよね、この爆弾。抜かれてる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 抜かれすぎ抜かれすぎ。ボケットしすぎたか。右側も抜かれてる。ちょっと抜かれる数多すぎやしないか。それはメインのため抑えで、ここうん、ちょっとどうする。抜かれてる抜かれてる。よくないよくない。最後の備えでデーモン両側置いてきましょう。これも抜かれてるね。抜かれた。よくないよくない。全部倒しきった。いや倒しきってない。これ大丈夫か。これ当たってないな。バカなことやってしまったか。右側右側
左側。爆風で吹っ飛んだのはデーモンだけという悲しい状況。そしてなぜか抜かれてる。なんだか倒した。いやもう手前が見るだけでもう精一杯で他が見らんない。頑張ってくれ。上はもうお任せするしかない。あるか。うん、少し足止めできている。あ、終わった終わった。わあこの真ん中のね、せっかく頑張っているところが見れなかったのが残念だけど、下の方の最後防衛終始してしまったけど無事。そしてスピンブレードトラップを手に入れた。結構経験もたくさん入ったね。でレベルは24。うん、ジムリワード、ジムリワード、火炎コウモリの卵。その前にこれは追加ダメージか。 5% 結構コストが重いからうまく使えるかの問題も出てくるけど、うん、こっちクールダウン減少、悪くないね。あとは爆弾使うかどうかだけど、まあ爆弾のままで、まあ、そうなると一旦全部リセットしてやり直すってもあるけど。うん、追加ダメージ。行きましょう。火炎コウモリの卵。ルートとしては分かりやすい。で、沼に落とせるので、まあ沼だか、なんだか分かんないけど、毒のような見た目。あ、これ罠の方か。火炎コウモリの卵。火炎コウモリの卵を配置する。これも何かユニットが出てくるかのような。で、永続的に居続けるのかどうかわからないけど、まあそのあたり期待できそう。ジャンプはいらんかな、今回は。ジャンプいらなくしたことによって何くっつけられるか。剣山か。スパイクトラップ。うん。最後、この辺りでやってしまうのが一番いいと思うけど。ここはあれか。なかなかプッシュできるような場所はないね。まずこれ、あ、そうなるとやっぱジャンプトラップいるな。プッシュの方が必要なかった。考え直しましょう。ジャンプ、いや、プッシュがいらずでジャンプがいる。1,2,3 3マスぐらいでね、これ飛ぶのね。なんか急にすごいマス飛んでしまいそうで怖いんだけど。でこのあとここで引っ張れば、これで様子見ましょう。あー、罠が通常の罠のままだ。貼り直し。では行きましょうか。まずはこの辺りで、この辺り、そして上方向を引っ張って、コウモリはどんな感じになるのかちょっとわかんないけど、全部並べていけば
いい感じに全部敵を防いでくれる可能性がある。ちょっとこれでやってみましょうか。え、ジャンプしたの今掴んだ。いや違う、ジャンプがこれダメだったな。あ、しかもジャンプあれだ、うん、有効じゃない全く。これ右側にやんないと。ちょっとで1,2,3,4 マスか。1,2,3,4 そりゃそうでね、飛び越えるよね。火炎コウモリの卵使っておく。うん、今遠距離攻撃もなんかできたように見えたけど、で抜かれてる。うん、まあまあまあ、今は問題になるような場所は全くない。ブレードとかも使いたいけど、いやもう最後のところ以外は全部これでいいような気するけどな。ポストの軽さがやっぱり際立ってるんだよね。ついつい忘れてしまうけど、やらなくてもいいぐらい問題なくいけてるような気がする。ここもやっとくか。でここ上に飛ばしてずっと何度も何度もループさせるってもあるし、であとどうなんだろう、思い的だと4マス飛ばないって可能性もあるから、そこら辺をうまく考えてやっていけばね、いい感じに手前側で落ちてくれる可能性がある。軽そうな敵だと4マス飛んでるようにもあんまり変わんないか。少なくともこの敵戦士に関しては4マス飛んでしまう。あとは騎士がどうなるかでね、騎士ががっつり飛んでくんであれば面白いけど、ここら辺のクールダウンタイム減らしていって、うん、ボーナスステージかなこれは。何もないね、もう言えることがそれぐらい圧勝。4倍速にもできるので、でも一旦スペースで1倍速にしたらその後また2倍速に戻る。ブレードとか使いたいなとか思ってたけど買う状況にならない。
これ怪しいんじゃない？ちょっと早い敵が。うん、変な移動する敵さえ出なければね、急にワープするとか透明になるとかそういうのがなければ。このナイト、ナイトなんか結構粘ってるね。うん、落ちた。強い力で引っ張るように持っていきましょう。うん、あらかた多分これで問題なく。かわいそうにかわいそうにできます。サイド無事クリア。まあ得られた経験も少ないのでそこまで難しいマップではなかったんだと思います。うん、火炎コウモリの卵、まあ使い勝手は悪くないと思う。ここからさらにグラインダートラップ、こっち側わからない、さらにできた。機械加速、グラインダートラップ行きましょうか。その前にこっち側、これはクールダウン減少。うん、ポイント4しか入ってないね。そかそか、レベル上がってないからポイント得られてないのか、ジェムが。グラインダートラップ、トラップ系か。トラップ系結構設定を忘れることが多いので辛かったりするんでね。これどこだ？やるとしたら、ここを塞ぐと、ああその前にまず装備変更。剣山、ジャンプいらんか。でもジャンプで飛ばせる可能性あるしな。これいらんか。あんまり使ってないような気がする。で、押し出すのも結構使えそうなマップだと思ってるけど。ここ塞ぐとどうなる？あ、そうなる。これでどうなるか。上行って左経由か。これ外して、ここはここが限度のような気がする。うーん、難しいな。まあこれでいっか。あんまりここだけにポイント使うわけにもいかないしで。押し出し、押し出し、これで一旦スタート。なんとかなるかどうか。一応間に合ってはなかったか今。まあでも卵の効果で手前側で抑えられてる。アップデート、ずっと卵でここで頑張ってもいいかもしれない。
何これ何これ何これ、どう来る？あー、吹き飛ばされてしまってるのか。変に吹き飛ばされても困るってことだよね。ちょっと遅かったな、まあ、しょうがないか今のは。なんで今すぐ降りちゃった？ちょっと待ってくれ。まあこれ置き場所難しいな。ここ塞ぐか。ここ塞いだ場合は、ここ飛ばされた場合どこ行くんだろう。下ルートになる、これは下ルートになるのは読めてた。うん、飛ばされた後の状況を知りたい。もしくは飛ばされたらまたなんか飛ばし返すみたいな感じでやってしまっても面白いかも。となると下手になんかまたここら辺で飛ばそうとするとまたショートカットされて苦労する可能性がある。うん、飛ばされる例を見てみたいけどね。にはなんで外してる？うん、飛んだ。あ、なんか勝手に落ちたな今。今右から来てるのは竜でなんとかなると思う。ここ勝手に落ちてる。いいね。ちょっと待って、なんか知んないけどたくさん来てるのはなぜ？あ、卵が割れた後に一定時間かかるから即座にストップ効果はないんだ。デーモンは悪くないと思うので、ここもっと前で抑えるか。卵を前にするって手もある。あ、あとジャンプという手もあるか。1234、ここで右側。あー、なんか全然だな今回。またダメなパターンのような気もしないでもないけど、手前側で抑えらんない。うん、1体でずっと粘ってしまうからこれはこれで良くないな。だからここ、そっか、もうちょっと手前側に来ないと意味ないか。まだ時間が必要。うん、ここで粘ってくれれば飛ばすことができるんで、うん、悪くない。だが寄られすぎ。いつまでもこの状況耐えられるとは思わないので。あとここを見続けなきゃいけないというのが精神的プレッシャーになってる。ん？バリケード今攻撃された？
ここクールダウン。いやーなんかポイントたくさん溜まってるな、いつの間にか。うん、一服となった。ガンガンやっていきましょう。うん、同じような場所で飛ばすことができるのは特にないか。1234、こっちが抜けちゃうもんね。うん、ここら辺閉じて、ここら辺で飛ばす、でここら辺に多分ユニット来ると思うので、この際にまたなんかどこか勝手に火のところに入ってくれればいいかなとか思ってしまうけど。念のためこれやっときましょうか。上まあそれでも一服となったので、変な抜かれ方しない限りは大丈夫。いいね、ここら辺。まあなんとかなったかな。どうするか。あとはどうなんだろう、数多いけど、なんかすごいユニットが、あ、ちょっと待って、なんか変なルートから来てるんだけど、それは聞いてないぞ。抑えられるか、どっか、どこかバリケード置けるかどうか。ここ置いたらもう完全に詰まっちゃうもんね。ここ手前が置いて、上か下そっちが行かせるような感じでやんないと。それは聞いてなかった。あ、ここもダメ。意味ないもんな。うん、この横のラインもなんとか。別のところにかかりっきりだったから、やっぱり遠距離射撃やってるよね。この辺りは心強い。上見なくていいのも助かってる。ここ壊すか。ここ壊してここら辺やっといて、で多分こっち側塞げると思うので、結構長いルートまた通すということは可能かも。うん、ここにとどまらせるのはすごく有効。
うん、あともう一個物がないとダメ。バリケード、まだまだ時間がかかりそう。ここがいける。ここら辺ダメなのか。これでルートどうなった？うん、結構長いルート。だからここら辺の守りが変わってしまったので、それはそれで良くなかったか。良くなかったな、ものすごく良くなかったな。良くない良くない。ああ、なんとか落とした。1、2、3、4。抜かれる抜かれる、危なかった今。ちょっとやる場所間違ったか。1、2、3、4。トマス下だったな、見えてなかった。うん、まだ5ウェーブ、ちょっと長すぎる。うわ、辛いなこれ。今回はうん、あと2つぐらいはこのトラップ起きるので、ここら辺でなんとか粘れればいいけど。まあそれでも落ち着いたね。危なかった。落ち着いたと思ったけど、敵がわらわらとやってきている。これいらんか。脇に置いてこれが孵化するんであれば、左右からこの真ん中に向かって攻撃が可能となる。うん、全部この右側から来るの、その対応に終始しそう。まあまあ寄せつけず、なんとか追い払えた。これ引っ張って大丈夫か。あとこれ削って大丈夫でしょ。で、近いところからアップグレードを繰り返す。これは問題ない。うん、さて、もうちょっと早い段階でダメージ与えたいけど、マリック
ダメだ、やっぱり左右は孵化しなかったな今。まあでも一体孵化してる。うん、他なんかできそうなものがないね。今になってしまった。今なんか変なところ飛んできたね。危ない危ない危ない。ちょっと待って、何そこまで入られた？舐めてたらいけなかった。なるほどなるほど、そこを突破されるのは痛いぞ。おっと、早くポイント貯まってもらいたい。なんか今バカだね。ああ、じゃあ20とか30とかにしないとダメだったってことか。今ドワーフまた戻ろうとしたんでね。ここまで来てダメか。じゃあ今回はここまでにして、ちょっとこのステージの前に他のことやってから、また挑んだ方がいいかもしれない。ポイント貯めてから。もしくはここ綺麗に一旦、整え直すか。うん、爆弾の方がいいかもしれないな。ちょっと今ポイント使っちゃったね。ということで、またこの続きは次回やっていきたいと思います。また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。